この大会は消防隊員の救助技術向上を目的に開催されています。今日は県内14の消防本部から210人が参加し、8種目に分かれて競いました。このうちロープブリッジ渡河の競技では、ビルの間に張られた長さ20メートルのロープを往復するタイムを競いました。また装備を背負った隊員たちが高さ7メートルのビルからロープで降下し、声をかけながら負傷者を引き上げ救助しました。この指導会を通して培ったものを災害現場などで活躍できるように、まずはこの今日の指導会に全力を出し切りたいと思います。大会では救助の速さや正確さに応じて採点され、成績上位の個人とチームは九州大会や全国大会に出場します。